プロ野球セ・リーグヤクルト d n a 1 9日神宮球場 d n a のドラフト1位ルーキー渡来龍起選手から10打席ぶりのヒットが飛び出しました画像開幕戦ではいきなり HR も飛び出しスターマンと一緒に最高です3回表渡来選手はこの日の第2打席を迎えサイスニード投手が投じた初球のカットボールをセンター前へと運びました 渡来選手のヒットから打線がつながり、牧秀悟選手のタイムリーで先制に成功。2-0としています。渡来選手は16日の広島戦、第1打席でのライト前ヒットを最後に9打席出塁なし。3月の開幕カードでは打率3 8十五を記録。開幕2試合連続ホームランを放つ鮮烈なデビューを果たした渡来選手ですが、 4月は前日ままで208とししていました SNS では「よしよし渡来2試合ぶりのヒット出た」ま「渡来ようやってるよさすが渡来」といった声が寄せられています。